えー、こんにちは吉田さんまあそんなはずはないだろうというふうなね先入観をねやっぱ打ち破っていかないと新しい未来は作れないんじゃないかなといつも思うわけですよねでも人ってのはやっぱりねいやそんなわけないでしょとかねいやそれは無理だよ自分にはできないよそれ一部の人だけでしょっていうふうになぜかね自分の希望通りにならないことを肯定する言葉っていうのはたくさん出るんですよねでえっ、ー、と今年に入って、えー、私もね個別を 何回かやることになりましてね、ちょこちょこっとお手伝いしてきたんですが、いや、おかげさまでね、あの、まあ、50代以上に限ってなんですけども、私の場合ね、50代以上に限って、えー、成績が6月、7月と、これ頼んでもないんですけども、一応レポートをね、その方が出してくれたのがありますんで、何人か紹介したいと思うんですが、6月の実績、これね、もうこのまま別に言わなくてもいいかと思ってたんですけども、月収50万円、これ副業ですよ。 あのサラリーマンとしてのお仕事はあるんですよ、皆さん。もう50代半ばですからね、皆さんね。結構なポジションについてるか、もしくは、まときは平野まんま50代だというところで、その辺はね、ちょっとコメント差し控えますけども、プラスアルファの収入として50万円を超えた人が6人というね。で、100万円を超えた人がそのうちのうち2人ということで、あのー、思わずボーナスが出ちゃったみたいなね。あとは住民税があ値上がりしてると思うんで、会社にバレちゃいますよっていうのは、 申し上げたんですけども、まあ、そもそも副業 OK の会社らしいんで、もう大手を振ってですね、副収入の50万6名の方、そのうちの2人、2名の方が6月の、まあ、確定入金ベースということで、おめでとうございますになりましたね。でね、FX をされてる方はね、7月に200万突破と100万突破ってのが出てるんですよ。今まだ7月って20日になってないでしょ。だから FX の指導も ちゃんと指導された通りにやるとこの結果が出るっていうことがね、わかりまして、今、FX のそのカリキュラム受けてくださってる方が17名いらっしゃるんですけども、そのうちの17名中2人がこの圧倒的な、まあ月収をものにしているというね。その他の方も、あの、まあ地道に実力をつけたりとか、いくら勝ちましたとかね、来てますけども、トータルで、いや、こんなに勝ったの初めてですみたいなね。 一人の人は FX の経験があったんですけども、今まで散々パラ、お金を払うだけ払って全然勝てなかったとか言ってましたけどもね。で、その地盤があるから今回勝てたのかもしれませんけどね。今まで勝てなかった、悔しい、今度こそやるんだみたいな、ね。で、もう一人の方は全然経験なしでスタートされたんですけども、一応専門用語だけ頭に入ってる方で、で、ちょっとトレーニングのコツをね、お伝えして、稼ぎだになったよってことだったんですけどね。だからね、何が言いたいかっていうと、やっぱりね、学んだ通りにやると、あの、 結果が出やすいってことですよねきっと学んだ通りにやったらで学んだ通りにやらずに自分勝手な方法に酔いしれちゃうと自分勝手な結果が出ちゃうのかなってとこですよねだからどんなことでもそうですけどもその型を守っていかないとなと思うわけなんですよあの 100m を速い速度で走ろうと思ってもオリジナルの適当な走り方とか適当なトレーニングじゃやっぱり容量を得ないと思うんですけども、うんやっぱり 多くの人を育て上げたプレイヤートレーナーかトレーナーとかねそれから力学的な科学的なトレーニングをやったりとかどんな食事をするのかとか睡眠時間はどのぐらい取るのかみたいなねそういうのをトータルで見ていって、えー、ストイックにするところとちょっとねあの体に余裕を持たすところとっていうのを組み合わせながらですねで今回ねその私の場合はテーマとしては1日に12時間 本業やってることを込みでお話ししてるんで、あの、そんなにむちゃくちゃね、徹夜でやりましょうみたいなプログラムを組んでないんですよね。うん。特に、FX の方はそんなに時間がかからないんで、暗記さえできていれば、あとはどのようにその暗記したことを使っていくのか、場合によっては使わずにいくのか。まあ今日なんてのは、あの、ドル円のそばあまり動いてないんで、今日エントリーする人は大体マイナスになっちゃいますんでね、エントリーをしないことっていう風な指示を出さなくちゃいけなかったんですけども。まあそういったものとかね。 常に相場が開いていたらやんなくちゃいけないみたいな脅迫観念に、かられるからポジポジをになるけども、まあできる時ってあんまりないですよと。その代わり、トレンドが発生していける時にはポジションをたくさん持って追撃追撃でやる。それをこうやってやることがない時にトレーニングしておきましょうってことだったりね。やっぱりこう、やり方とか方ってのはあるわけですよね。うん。だからネットビジネスなんてすっごくね単純で、マウスとキーボードしか使ってないんで、あの、個別の差が出にくいんですよね、実はね。マウスとキーボードだけなんで。 それこそどんな顔をしてるのかどんな声をしてるのかってことそんなに影響しないんで、ね、タイピングをしたいとか YouTube 使ったりとかなんかブログとかねほんとなんか同じような道具を使って進んでるわけなんできちんと形通りにやって、うん、で改善を繰り返しながら、まあ、量をある程度こなすだけで、ね、月収の50万とか100万っていうのは別に50代過ぎてもいくんだろうなと思いますよね。 何億稼がせるみたいなことを、そんな派手なことは望んでないわけですよ。本当になんか副収入で毎月5万、10万が安定すりゃいいんじゃないのみたいなところでね、やってきて。まあ、30万、40万ぐらいはたまにボンと出る。で、年間でトータルして、年間のプラスアルファの年収が100万上がりましたね、200万上がりましたん、ね、で、これで結構十分ですからね。月収100万なんて別なくても。年間プラス100万でもだいぶ暮らしは楽になって、 逆に言うと、年間プラス100万ぐらいじゃないと、今度、税金のこととかね、お金の使うバランスとかで身を持ち崩すと思うんで、まあ、徐々にお金増やした方がいいのかなと。うん。まあ、でも、その先に年間プラス1000万とかありますからね、そんなに遠くないですよね。年間プラス100万が出だしたら。本当になんかすごく、お金を稼ぐ公式っていうのは単純、単純だなと思いながら、今回の式というタイトルにさせてもらいましたけどね。いってらっしゃい。